産経新聞によりますと日本維新の会の足立泰衆議院議員が加計学園の獣医学部問題を審議した衆議院文部科学委員会で15日、足立氏が自民党の石破茂元地方創生担当大臣、希望の党の玉木雄一郎代表、立憲民主党の福山哲郎幹事長の3人を犯罪者だと思っていますと言い、朝日新聞の一連の報道を捏造とし、 加計学園問題は朝日の捏造報道から始まっていると述べましたまた11日の朝日新聞の社説に対して足立議員がツイッターで「朝日死ね」などと発言したことに対し朝日新聞は18日長官のオピニオン面で政治家の言論その後輩ぶりを憂うる憂えるとの題で自身のツイッターでは「朝日新聞死ね」と書いている加計問題の報道は確かな取材に基づくものだ 記事や社説などへの意見や批判はもちろん真摯に受け止めるだが死ねという言葉には感情的な敵意のほかに汲み取るものはないとして反発しましたこの件に関して作家百田直樹氏は今月15日自身のツイッターで足立さん頑張れ私も沖縄の西は潰さんとあかんのですがかっこ笑いと言って朝日はじめほぼ全国の新聞から百田直樹は言論弾圧をしたと大バッシングを受けました私にに新聞社を潰す力ななんか全くないのに ちなみに私的な会での発言を盗み聞きされたものでしたと呟かれておりますまあ私のツイッターはどうでもいいんですけど、あのこれね、えー、朝日は社説で、足立議員の発言をですね、はい、まあ非常に、えー、徹底して攻撃しました、えええところがです、ね、この社説には、ですね、うん、足立議員がなぜそういうことを言うたのかという説明が取んなかったんですよね。 足立議員がそういうことを言うたのはです、ねうん、理由があるから言うたわけでね、はい、でこの理由というのは何かと言いますとこの記事にもありますように、えーまあ、石破あ地方創生担当相それから着物党玉木雄一郎代表立憲民主党の福山哲郎幹事長、えー、これがほか、ねまあ、にもおるんですがこれがです、ねえー、獣医師連盟、はい、獣医師ねあの獣、うん、あの獣医師で獣医師連盟から 多額の政治研究をもらっているんですねでそして、えー、その多額の政治研究をもらって、うん、獣医師連盟に非常に有利になるような活動あるいは国会での、うん、発言を質問をしていると、うんうん、でつまり獣医師にとってはですね、えー、これ以上獣医師が増えるのは嫌なんですよ、うん、あの獣医師が増えれば増えるほど自分たちの身入りがなくなりますからね、うん、だから獣医師は増えてほしくないし、うん、当然、獣医学部も増えてほしくない。 でそれで、えーまあ、政治研究をしたその議員がですね,ね獣医学部が増えることつまり関係案件で獣医学部が新しくできるのを抑えようとする、はい、あるいは石破さんなんかが、ねえー、新しく獣医学部ができるのを非常に厳しくするようないわゆる石破4条件なんか作ったりしてね、はいはい、でつまりこれはですね見方によったらこれ受託収賄ですよね。つまり えー、ある団体個人から金をもらって、うん、国会議員が、うん、そして、その個人団体に、えーえー、利便を図るその有利になるようなことを一人やる、えー、これは汚、まあ、職に近いですよね、うん、でそういう疑いがあるということでこれが、えー、犯罪者と思ってますというふうに足立、えーえー、さんが言うたんですがううで、ね、つまり。まあ その足立さんがなぜそういうことを言うたのかで私が今しゃべったような理由は朝に書かないんですよこれずるいですよねもう何でもそうですよね一番ポイントになることをカットするんですよね削除する書かないんですよねつまんできてねまさにそれがそのだから報道しないそうですよねそういういやそれでねあともう一つね朝に書いてますよね だが、シネ、ね、という言葉には、うん、感情的な敵意のほにくみ取るものがないとと <laughs> というこ,とが起こってますよね <laughs>、ええ、同じことを、はい、去年の流行語大賞の日本シネの時にも朝日新聞は社説でそれを書いたんかということですよね日本シネという言葉に対して朝日新聞はそれに対して何らかの抗議,か抗議表明をしましたかと。 日本を死ねという言葉に関しては一切黙っててむしろ評価してたんじゃないですかそうそうそうむしろねおおすごいいい言葉やなって見たそういうような報道もあったくないところが浅井死ねっ言われたらこれほど怒るってダブルスタンダードもいいところですよねまあ足立さんはもちろんそれをね多分意識されての浅井死ねだったと思うんですけどそうあれこれね個人に死ねというたらねこれはやっぱり一種生命的なあの いわゆる殺害を連想させるとこありましてね個人たちでところが浅いに死ねというのはこれな関係ないですからねこれう一種のう比喩的表現ですから、ねうん、いやそれ言うんやったらね例えばあのー 今、法政で、この、山口一郎、出張にますね。人は、もう。はい。ぶっ飛んでますよね。で、あの人なんかはですね、あの。あの大勢な審者の前に、囲われて、マイク持ってね、あの、それ、映像残ってます。安倍、って言ってね、あの、もう、首相に対してね、もう、呼び捨てです、安倍。お前は人間じゃない。叩き切ってやろうってね。こんなことは、えのかって話だね。え、人に向かってね、叩き切ってやろうって。 殺害を予告って、ね、いやまあもちろん彼もね、まあ、ほんまに殺すつもりじゃない言うたら、ね、それは僕も分かりますけど、ねね、しかし一人向かってね叩き切ってやるこれがもう明らかにこの殺害を予告したいうな、ね、言葉をこれはやっぱりうんいや<ー>つまりね朝日がこの足立、うん、さんに対してここまで、うんえー、いわゆる射折で攻撃するぐらいやったら。 この山内さんのこの叩きってある言葉もこれはやっぱりちょっと批判せなあきませんよね,ねまあ脱出スタンダードですねそれとまあ死ねっていうことで言うと朝日新聞ってもう死んでるんですよもう既に死んでるんでねゾンビみたいな僕ね <laughs> だからこれからやるべきことはお葬式です、ね